皆様、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は6月になりましたね。6月の3日。最近、バンクーバーはとても暑いです。いいお天気の毎日で、なんか夏が来た、近づいてきたなという感じです。私も薄着になりまして、この日暑いんですよ、すごく。なので、ちょっと夏仕様で、させていただきます。よろしくお願いします。6月になりまして、これ月替わりの、このうちのウェブサイトのね、トップページ、月替わりの写真なので、またこちらの写真になりました。はい、本日はですね、ニュース、こちらに出ています、一番最新のニュースのお話をしたいと思います。クリックします。はい。永住権のカテゴリーのお話ですけれども、BCPNP のテックストリーム。これが、BCPNP テックという常設の永住権申請のカテゴリーになりましたよというニュースです。なんだなんだなんだという、あんまり、永住権とかに詳しくない方は、なんかさっぱりわかんないぞと思ってきたかもし、思ってるかもしれないんですけども、ちょっとわかりやすくお話をしていきたいと思います。まずですね、BCPNP というのは、永住権のカテゴリーの中の一つです。永住権のカテゴリーのお話をちょっと最初にしたいと思います。こちら、うちのウェブサイトの左側のナビゲーションのこちらにですね、永住権のカテゴリーというのが、詳しく、見れるようになっています。永住権カテゴリーというのは、たくさんあるんですよ。で、これはどういう意味っていうと、永住権の種類がいっぱいあるわけではなくって、取れる永住権は1種類です。ですけれども、いろんな入り口があるよということです。カナダ人と結婚するというファミリークラスもあり、カナダでのお仕事の経験を使うというカテゴリーもあり、地方の、プログラムもありといろいろあるんですけども、これどこの入り口から入っても取れる永住権は一緒です。そして、なので自分の入りやすい入り口から入りましょうということになっています。で、このね、真ん中辺にあるこの各州ノミネーションプログラム、これが今日、お話をするカテゴリーなんですけど、これ以外は全部、カナダの国の政府、が、主催となって、進めているカテゴリーです。こちらだけがですね、州政府が主体となって、進めるプログラムです。日本で言うと、日本の国の政府と、あとは都道府県の政府というような感じですかね。で、なんでかというと、カナダの国としてはこういう人が欲しいよという、国の理想の人物像というのが、移民の人物像というのがあるんですけども、それとは別に、各州が、こんな人が欲しいよという、国はそんな人が欲しいって言ってるけども、うちの州はこんな人も欲しいよという、その州ごとに、例えば農家の人が増やしたいとか、石油が取れるから石油のエンジニア増やしたいとか、いろんな、州ごとの、思いが、反映されている、こんな人増やしたいよというところに力を入れているのが、この州のプログラムです。それでですね、それを元にお話をするんですけれども、今日の、BCPNP のテックストリームというのは、BC 州としては、このテックってテクノロジーのテックですね。技術職にちょっと力を入れていこうじゃないか。という、技術職の外国人労働者を増やそうじゃないかということで常設した、カテゴリーです。でですね、はい、こちらのニュースのところ行きますね。5月28日なので、最近ですね、こちらの、プログラムが常設になりました。で、これはですね、もともと2017年から4年間にわたり試しでやったんですね。試しでやるっていうことを、カナダではパイロットプログラムって言います。試しで一時的なプログラムを試しで作ってみましたよというのはパイロットプログラムと呼びます。で、テックパイロットプログラムというのを BC 州は2017年に作りまして、で、技術職を、受け入れてみようじゃないか。試しに受け入れてみようじゃないかということで、最初は2年でやりました。
で、2年の期間限定でやって、なかなかいいね、そのプログラムを使って移民した人、永住権取った人がなかなかカナダの経済にいい貢献をしているねということになり、それが1年ごとに、じゃあもう1年伸ばしますよ、もう1年伸ばしますよと言って、4年間になったわけなんですけれども、この5年目で、もう常設、ずっとそのプログラムをやりますよということになりました。それだけ技術職に就く外国人がBC 州の経済に貢献ができているということの証です、これは。で、州政府はこの、プログラムを、開設するにあたってですね、とか常設するにあたって、どういうことをに力を入れているかというのがここに書いてあります。まずサービス、州政府からその分野へ、技術分野への、ちょっと口が回らない、技術分野への、の雇用主さんへの、サポートが非常に手厚いということですね。それから、タイムリーネス、すごく早い。これは、この10、プライオリティが高いっていう、これとも関係するんですけども、何しろ、その審査の、時間が短いです、優先的にやってくれるし、時間も早いということで、非常に、審査の時間が短いです。そして、エンゲージメント、これは業界、個々の雇用主さん、とも、にも親切にサポートするんですけども、業界全体に対しても、州政府はいろいろな取り組みをして、サポートがいっぱいありますよということですね。なので、BC 州として技術系の分野の、会社には協力をしますよと。そしてそこで働く、働きたいと思っている、外国人にも協力をしていきたいと。いうことの表れですね。で、一番大切なのがこの対象職種です。こちらに対象職種のリストが載せてあります。こちらですね、自分は技術職ってかもって思う人はよく見てください。まずですね、たくさん、IT 系のポジションがありますね。コンピューターインフォメーションシステムマネージャー。とかはもちろんありますけども、コンピューター、インフォメーションシステムアナリストとか、データアナリストとかもありますね。あとは、もちろんコンピューターエンジニアですね。あとはコンピューターのプログラマーですね。それからウェブデザイナーですね。そういった方も全部、含まれますし、コンピューターネットワークテクニシャンとかね。IT 系、そうですね。IT 系だったらほとんどここには含まれていると思っていただくといいです。それからエンジニアリング系も結構ほとんどですね。多くがここに含まれています。シビルエンジニアとかメカニカルエンジニア、エレクトリカルエンジニア、エンジニア系も、ほとんどがここに、含まれています。それからですね、意外、それからですね、IT 系の、サポートの人、テクニカルサポートの、人とかも入ってますね。ユーザーサポートテクニシャンとか、カスタマーサポートみたいな仕事も入ってますね。そしてですね、意外とですね、なんか技術職じゃないんじゃないと思って、私はちょっと思ったんですけども、アーサー、ライターって書いてあります。これ、なんか物書く人、小説家とか、なんかそういう感じの人ですね。そして、エディター、ね、エディターも入ってますね。あとは、トランスレーターが入ってますね。この辺は、なんでかなと思ったんですけども、先ほどちょっとうちのスタッフとも話してたんですが、もしかしたら、コンピューターというか、例えばウェブサイトを作ったりするときにも、そういう人たちも活躍するしっていうことで、もう全体的に、IT 系の企業、業界をこう、バックアップするための中に、こういう職種も入ってきて、それの、おかげで、ちょっと違う本当の物書きとかも、それのおかげで、いい思いができるのかもしれないみたいな風な感じがしました。
で、あと、ブロードキャストテクニシャン。これ、ですよね。テレビのお仕事とかね。そういうお仕事も入っております。あと、意外もう一つ。テクニカルセールススペシャリストですね。これ、テクニカルセールスの中に、例えば IT の、セールスの人は入ってます。例えば、ソフトウェアを売るとか、ハードウェアを売るとか。そういう方は入ってます。でも、そういうものじゃなくて、例えばテクニカルセールスの中には薬品、例えば化学薬品を売るとか、そういう方もこの同じ NOC に入ってますので、そういう方もこの、テックパイロットにそういった、IT 系の職種につられてですね、そういった方も混じることができているような感じです。はい。そして、もう一つの特徴として、ジョブオファーなんですけれども、BCPNP の他のカテゴリーでは、パーマネントのジョブオファーが必要なんですね、全部。パーマネントのジョブオファーというのは、日本風に言うと終身雇用の、ジョブオファーですね。なので、まあ、本当、もっとに、日本的に言うと、なんだ、正社員と契約社員みたいな感じの分け方で言うと、正社員っていう感じですね、このパーマネントのジョブオファー。じゃないといけないんです、他のカテゴリーは。ただし、この、PNP テックのみ、1年間の契約社員、ジョブオファー、1年間だけのこの期間限定のジョブオファーでも、申請した時点で契約期間の残りが120日以上あれば申請が可能です。なので、終身雇用じゃなくてもいいということですね。これ大きなポイント。です。そして、申請の流れなんですが、申請の流れは、まあ、他の PNP のカテゴリーと全く同じです。流れ的には同じですが、ここのステップ2のところ、ITA が毎週発給される。あともう一つですね、このね、点数の高い人から順番にって書いてありますけども、割と低いところまでね、この ITA がね、発給されてます。このテックパイロットに関しては。1週間おきに、なので、テックパイロットの人だけの会があるんですね。その時には結構低いところまで、IT がもらえてますね。そして、普通の人は、2週間に1回です。普通というか、他のカテゴリーの人は2週間に1回です。テックパイロットだけ毎週です。そして、あとはこのステップ4のところですね。BCPNP 審査オフィスでの審査。こちらが、テックパイロットなの、ごめんなさい、さっきからパイロット。テックカテゴリーです。パイロットは今まで、テックカテゴリー、新しいテックカテゴリーでは、こちらは、短い。この、他のカテゴリーと比べて短いですね、審査が。ということで、流れ的には同じなんですけども、このテックカテゴリーについては、このステップ2のところとステップ4のところで非常にスピードがあるということで、早く永住権が取れる。というふうになっています。ちなみに、ステップ4のところまで行くとですね、ここまで行くと、今まで持ってた就労ビザが切れてしまっても、申請して、これ申請中の人用のビザっていうのが、就労ビザっていうのがもらえますので、まずはここまで、早く進めばですね、スピード感あって、早く進めば、次の、就労ビザっていうのは、まあ永住権申請中の人用の就労ビザが出るので、あとは安心して、待っていられるというふうな感じになっております。こちらが、新しい BCPNP のテック、ストリームですね。で、こちらに関しては、ちょっとまだ、詳しいそのカテゴリーの、そのストリームの、案内というのができてないんですけども、まあ、ここのね、どの辺に作ろうかな。この辺かな。この辺に作ろうかなと思いますので、まあ、近々、近日中に、こちらの、BCPNP Tech という、ストリームですね、のリンクがここに加わる予定になっております。お楽しみにお待ちください。はい。ということで、今週は、この、ニュース、これ割とビッグニュースでしたので、こちらのニュースをお話をいたしました。では、もしご質問とかありましたら、こちらの無料相談の方からぜひぜひ
弊社の方にお問い合わせをしてください。よろしくお願いします。